今回はですね、この彩の森、入間の彩の森のお店、港さん、茶碗もさん、コッペさん、ルーシーさん、対バンした皆さんですね。そして妙覚のすごろく旅で出会った内山さんと、いろいろなことがつながった動画になりますので、最後まで楽しんでください。妙覚で出会った内山さんのすごろくを見てみましょう。11、12でまず高崎、はい、こっから、はい、新幹線もありなの、ね、ありですありですし、戻ってぐるっと回ってきてもいいですし、でも新幹線使わないで12、はい、ここから信越本線行きます。はい、12、13、14、15、16、17、18、19で横川、ここからバス乗ります。あと80ですね、はい、バスで、これ軽井沢、バスが大雑把なんですよね。ここからね、軽井沢まで抜けられるんですよ、バスでね、はい、乗ってきます、バスで。これで18って言ったよね、はい、で19で軽井沢、はい、軽井沢か信濃鉄道、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28で小諸、はい、違う、上田だ、28、はい、から細けえな29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40で長野、はい、長野に、ここでの出会いがすごかったですよね、先月ですかね。最初来た時はちょっとわって呆然としたんですよね。なんかあるのかなって、あんだけいろいろあって、しかもこういうご縁があるとは思いませんでしたね。あとまだ何回か来ることになると思います。やっちゃってます。これ何にちょっと自分でワクワクしてるんですけど、横川にはよく来るんですし、この難所のね、鉄道跡地を歩いたこともあるんですが、このバスでね、軽井沢まで薄い峠上がっていくっていうのは初めてで、あそこに立派なバスが止まってて、観光バスですね。いや、そうそう、このアプトの道、これはよく来ましたし、峠の釜飯もよくよくっていうことでもないけど、何度か来ておりまして、
拍手ありだったら拍手する。軽井沢の到着です。新幹線がいますが、なんか朝食えそうなところがやってそうなとこあるよ。これ朝ごはんありつけそうだね。軽井沢で朝ごはんとか言ってちょっとおしゃれじゃん。さあ、この店はもともとお土産屋さんで、下のお土産屋さんはもう、閉店しておりましたね。上の食堂だけを営業しているようです。おはようございます。あ、いいですか。すみません。次はちゃう。定食のニジンマスの煮付け定食を頼みました。さて、この後わちゃわちゃこれするんですけども、偶然の出会いがありまして驚きでしたね。これ以前のライブで、お客さんで来ていたルーシーさんのお店のお客さんだった人たちが僕のことを覚えてくれて声をかけてくれてます。はい、あ、大丈夫です、何もしないで大丈夫です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのままもらえば、はい、大丈夫です。後でこれやっとけば編集できるんで YouTube。 いや、あっち長野表演、これから長野で軽井沢で軽井沢で会っちゃいました。すいません、この間ジョイソンタウンでありがとうございます。長野のどこで。長野の信州中野っていう、信州中野っていうところがあるんですよ。そこでちょっと、長野市内のちょっと北に上がった時に、ライブハウスじゃないんです。今回もなんか食堂というか鉄板焼き屋さんみたいな食べれるところなんですけど、はい、そこにもともとあったんで、こうやってゆっくりスゴロクで回ってたんで、ちょうどここで会えたんですルーシーさんにも連絡してる。ルーシーさんも鉄板でルーシーさんのつながりで。じゃあお母さん受けます。ありがとうございます。ルーシーさんに連絡したらですね、驚いておりましたね。こっちもこっちで乗りたいけれども、僕が乗るのはどうやらこのリゾートの方だそうです。長野駅到着です。ちょっと雨が上がったばっかりでムシムシします。